はいどうも皆さんこんにちは、トリッピーです。今日もですね、こちらポケモンカードゲームシールドボックス開封やっていきたいと思いますと、俺はね気づいてしまったことがあるんですよ。このボックスのトップレアのマリーちゃん、これがもし引けなかったら、これからさ2年以上はさマリーちゃんとかが活躍できるポケモンカードの時代が続くわけじゃないですか。俺ここの開封で手に入れることができなかったら、もしかしたらもう2年間ずっと手に入れれないんじゃないかって思ってきたんだよね。なのでマジで本気で迎え入れようという強い意志で、向いていきたいと思います。ちなみにこのシールドはね、他にもねすごいたくさんの SR 異常枠とかもね、まあ種類があって、その中から1枚出るから、まあ確率的にはかなり低いんだけど、まあそれでも他にもねすごいいいカードもあるんで、まあそこら辺もね狙いつつやっていきたいと思います。はい、それじゃあ開封の準備できましたんで、1パック目から順番に見ていきたいと思いますと、一応 GX は6種類あって、その中の、4枚が入ってる感じになりますね。はい、サイホーンから、まあ、サクサクいきましょう。サッチムシ、ほうほう、あ、エールダンの下っ端あり。このね、SR 枠で、一応ね、サポートがもし仮に入っていたとしても、エールダンの下っ端である可能性はあるんだよね。そしたら俺マジで泣いて、これフラグじゃない。フラグじゃないけど泣きます。ゾウじゃない。ゾウド、これもマジでちょっと、いつも言えない。はい。ドラピオン、あ、メタル操作いいね。なんか1ボックス目ね、メタル操作がまさかの1枚しか出なかったから、正直メタル操作はねもうちょっと欲しいと思っているんだよね。はい、ムンナさん、ムンナさん、ヒメンカ、ジグザグマからの、よかったよかった、ヤミラミ V、初めて手に入りました。このマッドネイルっていうのが、相手のバトルポケモンに乗ってるダメ感の数 ×60 ダメージなんで、4つ乗っていたら、250点出んのかな、プラス10点もあるんで。で、まあ、こういうジグザグマとか置いたらダメ感1個乗っけれる。で、これね、立ちふさぐまに進化したらダメ感3つね、乗っけれるんですよ。まあ、そういうのと組み合わせていったら、闇闇のこのね、2エネでね、かなり火力が出るんで、それはね、すごい強いと思います。そういうデッキはね、組んでみたいなって思ってるんで。はい、じゃあ、次ですね。ウール、あとはま、ギラティナとか合わせないんじゃない？キリキーザン、うん、ヒメンカ。あ、もうこのさ、レオの光り方が変わってるからさ、SR かと思っちゃう。エースバーンが来ました。優勝。で、幸せ卵。まあ、エースバーンもね、かなりですからね。ベンチからバトル場に出た時かな。トラッシュから、このエネルギー2枚つけれると。はい、どうぞ。もういい、どうぞでいい。ジグザグマ、こい。はい。イオルブ、イオルブさんで、不思議なアーメンです。優勝。さあ、2ボックス目なんで、まあ、サクサク見ていきましょう。開封を見るみたいな感じで。アズマオ、コマタナ、え、待って、やばくない？俺すごい嫌な予感する。 SR じゃない？ほら、はは、え、嫌な予感じゃない？え、嫌な、え、はっ、え、え、はっ、カビゴン VMAX の HR でございますと。いや、いきなり出てしまった。いきなり出てしまった。いや、ただどうなんだろう、これね、あれなんだよね、あの HR ってなんかめちゃくちゃ出にくいらしくて、まあ1カートン12ボックスに1枚とかの封入率らしくて、まあ HR がこれで出てくれたのは、まあまあまあ VMAX の HR が当たってくれたのは、なんかポケモンのさ、よくわかんない SR とかよりはちょっとは嬉しいって感じあるかな。うん、それはあるかな。ただ残念なことに、今回も、砂蛇からの元気なハチマッキーで、はい、サイドン、今回はもうマリーちゃんはマリーチャレンジャー失敗したから、トリッピーさんはまだシールドを向いていく可能性が明日もあると、明日もシールドが上がるときっとそうだ。ガムガメ、ガラルポニータ、うおーし、よし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 、モルペコちゃん、モルペコちゃんのデッキが必要だから、とりあえずこれは、4枚は4枚あれだな、集めたいね。これで俺モルペコは2枚目だね。はい、エビアラ、どうなんだろうね、シングルの価格とかね、どうなったの、どうなってんだろうね。サッチムシ、ヒバニー、ランタン、はい、カジリガメ、なんか販売価格みたいなので、なんかネットとかのサイトとかでツイッターで回ってたのは、確かね、なんだっけ、クイックボールのウルトラレアが多分1万1000ぐらいで、マリーの HR が1万円ぐらいだったんだよね。だからまあそれがもし当たったら2ボックス分返ってくるみたいな、そんな感じの強烈な当たりがね、2枚も入っ、今のところだったら2枚も入ってるみたいな感じなんだけど、はい、レアが1枚入りました。で、エールダンの下っ端、まあなんかここら辺のね、その
相場がまだ俺全然つかめてないんで、ボックスで買う方がいいのか、ボックスで買う方がいいのか、シングルで買う方がいいのか、どちらかをね、リスナーさんに勧めることがね、まだ分かんないんでね。ラビフット、あ、オーロラエネルギー、これもいいっすね、これもいいっすね。どうなんだろうね。まあ俺はもう全然、俺は普通にあんまりシングルで買う気なくて、ボックスから全部出してやろうとかいう、そういう強い意志を持ってるんだけど。チョンチ、ウール、ほい、モスノーか。もうなんか SR 以上出たって分かってるから、なんか緊張せずにサク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 パックを開封していきますわ。はい、切り刻ん、あー、ティバニー、砂蛇、ラビフツ、ドラピオン、優勝、いいね。モスノー2枚欲しい。モスノーがちょっと先に出てくれたのはありがたいぞ。多分レアでかぶ、レアでかぶってるの、レア今回7種類あって、9枚入ってるはずなんで、まあそれで2枚かぶるんだよね。それのか、上、あー、びっくりした、びっくりした。これトリプルレアだ、トリプルレア、トリプルレア。カビゴンボックスじゃねえか、これ。重量重すぎだろ。すげえ重いボックスだったんだろうな、これ、きっと。カビゴンの VMAX が入っておりました。俺、1ボックス目、どっちだったっけ？カビゴンだったような気がするぞ。だから、もう1枚の方、もう1枚の方は、俺は、どうやらもう、一生手に入らないみたいです。私らが、土佐金と、はい、ムシャーナで、サダイジャ。はいはいはい。もうこれはカビゴンデッキ作れってことだな。もう間違いなく。間違いなくそういうことだな。優勝。さあ、じゃあ次だ。はい、トサキンと、ジグザグも、あ、光ってる。困ったな。はい。あ、大王道が被っちゃった。早いね。大王道、これで、レア枠は、2枚目被ったのはもう、出てる感じかな。出てるね、これで。そうだね。はい。カムカメ、私らが、ティバニー、はい、サイドで、ランターンですと。優勝。さあ、どんどん行きましょう。はい、アズマオ、タッチムシ、スコルピ、お、コータスさん、コータスさんだって不思議な目。コータスか、コータスになるわけか。コータスもね、1ボックス目出てるからね。出てないやつ欲しいんだよね。ガラルポニータ、ウールー、サダイジャ、元気のハチマキ、元気のハチマキ、やっと言えるようになってきた。1ボックス目の時もマジでなんか変な感じでずっと噛んでたから。はい、トサキンと、はい、クチーと、チョンチー、はい、あ、ドサイドン、ドサイドンいいね。はい、で、カジリガメ。いや、ドサイドンは別によくはないか。俺はデッキ作りたいと思ってないから、そんなにがっつりいいわけじゃないです。はい、スナヘビ、どうぞ、ラビフッツ、はい、不思議なアーメン、優勝。さあ、これでレアは、ポケモン V があと1枚。待って、俺、ザ・マゼンタ欲しいよ。ザ・マゼンタ欲しいよ。バイウール、サッチムシ、あ、マリーちゃん、可愛らしすぎる。マリーちゃんのレア。マリーちゃんのレアが当たりました。いや、もうこれ SR、いや、でも SR あるからな。まあ、ないんだったら、もうマリーはレアで揃えるしかないけど、それはもう負けだよな。完全に負けだよな。やっぱ、むくしかないよな。クチーと、私らが幸せな卵です。はい、で、まっすぐま、優勝。さあ、どんどん行きましょう。はい、エビ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 、切り刻ん、なんかサッて入ってるね。はい、ほうほう、お、カビゴン、マジで言ってんの？絶対これカビゴンボックスじゃん。どう考えてもカビゴンボックスなんですが、カビゴンしか出てこねえよ、ほんとにガチ重量級じゃん。ウール、エビワラ、ムンナ、モス、あ、よし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 、モスノー2枚目。これはさっき言ってたように、モスノーはデッキに使おうと思ったんで、ラプラスデッキ作って遊ぼうと思ってたんで、まあ、モスノーが2枚出てくれたのはありがたい。最後に画像は、画像じゃないわ、出てきたカードはまとめます。レドウムシ、ヤレユーティン、ヤレユーティン、クイックボール、いいね、クイボいいね。あと、まあ、あと3パックぐらいかな、優勝。はいはい、どんどん行きましょう。ユキハミ、ヒバニー、あ、もう出るもんないのかな。ランタン、オーロラエネルギー、待って待って、もう V4 枚出てて、光物は結局、V4 枚とトリプルレアが1枚と SR 以上が、1枚になるんで、6枚出たらいいんでね。で、4枚と2枚出てるから、これもう最後にレア枠があと出るだけ。1、2、3、4、5、6、7、8、うん、そうだね、レア枠があと1枚出るだけで、出てないのをちゃんと覚えていたら、これは予想できるやつですよ。ただレア枠の7種類さ、パッと思い浮かべないから、なんだったか。あー、タチフサグマ、俺そうや、話したわ今日。
話したな、さっき。これがダメ感3つ乗っけるやつですね、この特性で。はい、手札から出して進化させた時にポケモン1匹にダメ感3つ乗せれます。ということで整理しましょう。はい、ということで今回の開封結果になりますと、今回 SR 異常枠で当たったのは、こちらカビゴン VMAX のハイパーレアですね。今回のハイパーレアの光り方さ、めちゃくちゃなんかつぶつぶになってるんだよね。つぶつぶの感じが、まあこういうとことか見たらわかるんだけど、出てるから、まあ俺個人的にはね、こういう光り方も、かなりおしゃれで、あのかっこいいなって思うんで、うん、好きですね、今回のハイパーレア。でもって、トリプルレアもカビゴン VMAX で、ダブルレアークにもカビゴン V がいるという感じで、もう完全にカビゴンボックスでございました。ちなみに入ってなかったのはザマゼンタと、あとイエスさんだね。ザマゼンタについてはちょっと欲しかったかなって思う。で、まあレア枠ですね。俺さ、ちょっとさ、これ自分の予想なんだけど言っていい？いつかさ、半年後、1年後とかにさ、唐突にこのタチフサグマがなんかどっかで活躍して、めちゃくちゃなんかちょっと値段が高騰するっていう未来を今予想しておきます。そんな未来を予想してもいいんじゃないでしょうか。で、はい、これあのノーマルだね。やばいんだけど、メタルソーサー1枚しか入ってないんだけど、これさ3枚入ってる人とかいる？俺1ボックスでも1枚だったんだよね。めちゃくちゃ運が悪いような気がする。で、クイックボール2枚3枚 2枚3枚、ここから3枚で2枚と、そんな感じでございました。メタルソーサー2ボックス買ってまだ2枚なんだよね。ノーマルでこれはちょっと少ないなって思うわ。ということで、ここまで動画見てくれてありがとうございました。また明日のトリッピーの動画でもお会いしましょう。ていうか今日またソードの開封も上がります。じゃあな。